任期中に会いたいという田辺市長の思いに川勝知事が応じる姿勢を示しました。ただ冷え切った関係の改善につながるかは不透明です。ご退任挨拶に来られるということかと思いますけれども、まだその、連絡は入っていないということでございます。お貸しになったあればお話を受けたまわると、お別れの挨拶になるでしょうからね。川勝知事が受け入れる姿勢を示したのは田辺市長の最後の思いです。どうしても実現をしたいことは、任期中に県知事とお会いをしたいというふうに思っています。田辺市長は昨日の会見で残り1ヶ月の任期中に取り組みたいこととして知事との面会を挙げました。静岡市は私は政令指定都市としては失敗事例と、公の席で失敗と断じる、これは断じて私は看過できません。口出しをしすぎているのではないでしょうか。川勝知事と田辺市長はこれまでたびたび不仲問題がクローズアップされていて、県と静岡市の関係修復を図る考えです。知事とはね、やはり12年間いろんなことがあった中でね、やはり政令市であっても県と連携をしていく必要性というのは私自身とも感じておりますのでね、そのことについて、きちっとお伝えをしたいなと。意向に応える姿勢の川勝知事ですが、田辺市長と話したいことを問われると、特段ございません、ご苦労様と申し上げるくらいですね、はい。川勝知事と田辺市長が知事室で最後に1対1で面会したのは4年前の市長選翌日で、以来面会したことはなく関係は冷え切ったままでした。静岡市は昨日県側に知事との面会の要望を伝えたということです。